皆さんおはようございます。今日はですね、5月4日ゴールデンウィーク最中にですね、沼津港秀丸さんに来てます。小池船長になります。はい、よろしくお願いします。ようやくですね、今回船釣り体験ツアーがスタートされまして、ゲイドがですね、秀丸さんがガイドを頑張っております。この度スタートしました。今日はね、沼津沖って形になるんですけど、はいはい、沼津沖はどんな魚を釣れますか？主にファミリーで楽しめるよう、アジとかサバとか気軽に釣れるようなものを狙って今やってます。はい、なんか昨日も5月3日に初めてツアーやられたようなんですけど、はい、どうでしたか？そうですね、まあ、小さいお子さん連れて、皆さんね、楽しんで来ていただいて、まあ、子供でしたけどね、アジとサバ釣れましたんで、楽しんで帰っていただきました。あ、本当ですか？はい、今日も、はい、頑張ってやってきますね。ちょっと頑張ってます。はい、よろしくお願いします。はい、今日も一生懸命頑張って、はい、行っちゃいましょう。ゴー！大丈夫なんで、6分目ぐらいで行きましょう。で、まあ、これで6分目か7分目ぐらいで残っててください。行きますんで、この透明のこの太い部分、こっちを離してもらって、スル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 向こうに投げると糸に絡まっちゃうんで、絡み、なるべく絡ましたくないんで、手元で入れて下に、真下に落としてください。1メートルを巻いてあげてください。で、あとの一番ちょっと先っぽまで巻いて、しっかり上げてもらって、これで、あと取りに行こうとすると前に乗ってつまめて危ないんで、このままでいいんで、ギューってこっち引っ張ってあげると向こうからこっち寄ってくるんで、そしたらこの天輪を糸を持つんじゃなくて、天輪でこれを持ったら竿はこの Y 字の中に戻して、でこれ入れ物の中にこっち入れていただいて、スル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 スで、これちゃんとついてないと魚釣れないんで、このパツですね、ここに入れて、で、これ必ずで、糸スル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 、向こうに投げると糸に絡まっちゃうんで、つけた餌は真下で大丈夫なんで、真下で落としてます。で、あと感じになってます。で、10メートルになると100って感じで、ギューってここの竿持ってもらって、持ち上げます。で、これ自分から取りに行くと結構前のめりになっちゃって危ないんで、ギューって竿をこっちに引っ張ると横から寄ってきてくれるんで、糸を持つんじゃなくて、この天秤のこれを持つような感じで、これ背部に置いちゃってください。で、この入れ物をこの中に入れます。それで、こっちが出た。あ、そうか、取れてる。魚がついてくるんで、あとで多分すんなるとこ、ここにこう持ってあげて、ちょっとこう長く持ってあげてください。それで刺してあげて、刺していく感じで、ちょっとですね、慣れてくるとね、スースースーって入ってくるんで、うん、うん、そう、もうちょっと頑張ってるか
うん、骨にちょっとあの練習してみてください。うん、で、ちょっと一回反対側の肩をしているんで、で、また見に行きますんで、うん、で、ちょっとあの、これだけちょっと頑張って、一回やってみてください。であの水面からで落っこっちゃう、あの重さが変わった時に外れて落っこっちゃうやつがあるんで、やっぱせっかくなんであの玉で作った方がいいですね。アジの方がね、特にあのもうあの口がこう弱いんで、やっぱあの大事に取ってあげないと外れてちゃうんで、でゆっくり上げないと。そう、うん、上げてる時にそう、うん、外れちゃう。口がね、あのこの前から唇とかこう開いてきちゃうもんで、ピロピロなんてあの広がってちゃうんで、全部で上げる時にちゃぽーんってこうなってますもんね。そうですね、針が。釣りが上手くなってるんですよ。美味しそうな味だ。自分ちが食べたいぐらいだ。
様でした。で、後半とにかく持ち返したんで、よかったなと。こんな感じで進めていきますんで、また今から、ね、遊びに来ていただければと思いますので、よろしくお願いします。気をつけて帰ってくるな。なんとかじゃあお会計するで。じゃあ今日お疲れ様でした。先生今日どうでした？今日はちょっと前半ちょっとやばいかなって言いながらかと思いましたけど、後半ね、結構入れ食いになりまして、皆さん大満足で帰っていただいて、良かったです。はい、そうですね、前半僕見ててですね、店長がだんだん胃が痛くなるというのがね、もうここら辺を抑えようかと思って、やばいなと思ってました。だん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 なんですが、みんな店長も笑顔になるっていうのがね、やっぱ消さちゃうんで、皆さんいい顔してました。はい、いい味されましたよね。いい味するで、ね、マダイとかも混じっちゃってちょっと良かったかなと思いました。はい、それに出すのがサバとかアジがやっぱ多いですよね。そうですね。で、夏になるとね、ソーダバツとかそういう青物もちょっと回ってくるんで、それがね、増えてくるんで、また楽しめるんじゃないかと思います。そうですね。エマーさんのツアーだと、サビキのあのグループでしょ。そうですね、人気ですよね。そうですね、ちょっとね、小さいですけど、いっぱい猫こついてくると皆さんね、子供とか喜んでくれるんで、いいと思います。頑張りました。はい、これからも期待大事ですね。はい、頑張っていきますね。はい、わ、はい、かりました。はい、じゃあ今日一日お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、釣れた魚の話をするたび、サイズは少し大きくなり、自分で釣った魚は格別うまい。村上さん、あれは自作ですか？あの浮き輪みたいなやつ、別のなんかのパーツとかですか？クリル